松原さん、まずちょっと、落車後ということで、SNS の方でも発信されてましたけど、一応戦えるというところははっきりしてるんで、自転車乗る分には痛みとかは感じないんですけど、日常生活とかだいぶきついんで、ちょっと睡眠の質とかっていう部分では割引がいるかなっていうふうには思ってます。もう単純にその痛みで寝つきが悪いとか、そういうことがやっぱり、寝起きっすね。寝つきは大丈夫なんですけど、寝起きが良くないのと、寝起きた時にやっぱりすっきりしてないってことは、質は良くないんだなっていうのも、いろいろ整えながら、ちょっと前回優勝ウィナーズかな、スイーツからフルーツへという話を聞いて、その体調管理の面で大きく変わるもんですか。フルーツも機会があれば食べるぐらいで、そんなに頻繁に食べてるわけではないんで、そうですね、体見てくれる先生は、調整しやすいと言ってくれてますね。反応がいいとは。でスイーツだとやっぱりちょっとその何かしらの内臓負担かかるんで、やっぱり砂糖を多く取ると、それでちょっと回復が遅かったりっていうのはあったかもしれないですけど、自分自身あんまり感じてるところはないですね。でもそっか、周りからそのプロの体見てくれる人とかははっきり出るという、長く続けるんだったらやっぱりいいんじゃないですかね。確かにその何かしらを封印するというのはね、ちょっとストレスにもなるのかなという。今のところなんて言うんでしょうね、ウィナーズカップで結果も出ましたし、そんなストレスなくできてはいますけど、その中、若者の活躍、特に町田さん、井出口さんが輝いているので、乗ってきてるかなという感じがありますよ。番組上ね、一緒にならないと、それもう感じ取れないんで、記念だとね、連携させてくれますけどね、特別経理になるとなかなか連携させてくれないんで、連携は楽しみにしてますけど、本当にもう G1 の、準決決勝というレベルの選手にもう来たのかなというのを楽しみにしつつ、もちろんね、清水宏斗との、連携も、2人が勝ち上がればね、間違いなく連携できるんで、ゴールデンレーサー賞しっかり乗るっていうのが大事かなと思います。まずじゃあその4日目にその連携見れることを期待して見たいと思います。頑張ります。